けど。お家のおやつじゃなくて、いつも持ってってるマー君の幼稚園のおやつを少し減らすって言ってんの。ダメだ。だって食べれないじゃん、ご飯。ダメだと。全部に決まってるでしょ。全部じゃおやつに。うん、だ食べられないんだったらおやつを2個減らすって言ってんの。だからいいよ。だから、コアラのマーチ減らすじゃん。何個？全部。コアラのマーチじゃなくて違うの。俺大好きだから。違うの。大好きなやつはダメなの。でももうアンパンマンのチョコレートなくなっちゃったから、うん、あでもあのクッキーみたい丸いクッキー4個入れたやつじゃあれ全部なくすダメじゃあハッピーターン3枚今日食べたおせんべい減らすじゃあいちごのチョコなくすちょっと待ってん思い出した、うん、そうしてるんだったらこれを食べちゃえばさ、まずいの問題解決だよ。まずいチョコ、まずいチョコ、うん、ここでまずいチョコ食べたら、うん、中にチョコが入ってるの。うんうん、それはなしでいい。うん、うん、分かった。じゃあコアラのマーチとハッピーターンでいい。え、それだけ。うん、それだけだよ。じゃあさ、え、イチゴのチョコ。イチゴのチョコもなしでいいでしょ。ダメだはい。それが嫌だったらもうこれを食べちゃうね。あと頑張って。そしたら減らさない。そしたら減らさない。食べちゃった方がいいんじゃない？リクたちも減らしてもいいけど。これ食べちゃったら減らさないよ。鼻についてるよ。鼻。もう食べられないよ。じゃあ減らしていい？おやつ全体的に減らしていいじゃん。全部？量を。うん。全部じゃあ3個を1個とかにする。いい、全部少しずつ減らす。ハッピーターンもコアラのマーチもダメだ。チョコレートも全部ちょっとずつ減らす。次、全部減らすの。うん、3個あったのを1個とか2個とかに減らしちゃう。全部減らすの。うん、全部ちょっとずつ減らす。ダメだ。量を減らす。量を一応全部入れるけど、今日よりも少し量が減る。なんで？枚数が減る。じゃあね、おやつをメインにしちゃダメなんだよ、マーク。ご飯が食べれないようだって、どうしてもおやつを減らさないと、ね、ご飯がメインでしょ。おやつは栄養がないから。ご飯がメインなんでしょ。そう、ご飯を食べてくれないと、ご飯を減らす、あ、おやつを減らすしかないの。だってお腹いっぱいになっちゃってるってことはさ、その前のおやつがお腹いっぱいにさせちゃってんだよ、マーク。だからお腹すかして帰ってこないとさ、マー君。お腹すかして帰ってこないと。もう食べらんないでしょ？お腹いっぱい。うん、だからコアラのマーチが多かったんだよ。うん、だからコアラのマーチ減らそうか。明日それでやってみよう。じゃあハッピーターンと、あの、こう丸い、あの、4個入れたやつ。あれだけにする。ここなんでだ。だからご飯が食べれないからって言うんでしょ。ダメだ。ちょっと減らしますよって言ってんの。なんでだよ。手帳も混ざってる。おやつよりもご飯を食べてほしいからでしょ。完全にパパの笑い方を真似てる。頑張れ。もうちょっと。減らすのか減らさないのか。減らせない。もう中学生減すってさ言いそうだったんだって間違えてさ減らすって言っちゃった間違えて。
たの、うん、減らしていいのかなと思ったんだけど違うの。もう食べました。あ、いいよ。じゃあ明日も同じ量ね。じゃあみかんお願いします。はい、妖怪妖怪ちっちゃいなの買ってった。買ってきたよ。そう、正解。あげてあげて、ママ。どれだ？パパね、おっきいのちょうだい。ダメだ。ちょっと待って、危ない危ない。ちょうだって、おっきいの。おっきいのしかないよ。うん、おっきいのです。了解です。おっきいの、おっきい。どんな感じ？はい、比べてみて。パパこっち？こっち。なんだそれ。